自閉の動画解放軍。動画で解放とか。めっちゃええやん。ェイの動画解放軍。皆さんの部屋、広いですかねああ、広くないよ。倉庫もいっぱいだし。あ、でも私、車持ってるから、キャンプ用品とか、釣り道具、ゴルフバッグ、全部車の中に入れてるよ。それですっきりですよ。これダメです。車、倉庫にしてはいけないですね。なぜか。例えば、車にいろいろ物を積んで、合計100キロぐらい。特にワゴン車とか、大きなセダンのトランク、いっぱい入りますから、 余裕で100キロを超えてしまいますよ。そうすると、通勤・通学で車使ってる人毎日無駄な100キロの荷物を持ち運んでるんですよね。当然ガソリン食いますよ。車も痛みます。近くのコンビニで車で行くとき、100キロのいらない荷物を一緒に連れてってるんですよね。人一人二人を余分に乗してるのと同じですよ。非常に環境に悪いです。だから、いくら部屋が狭いから、倉庫が狭いから、そう言っても、車を倉庫代わりにしてはいけないです。J のドア開放軍これから省エネで生きていかないといけないんです。 だから車の中荷物を減らしましょう。自閉の動画解放軍。